さて現在時刻10時なんですが、ええ、みんなが上にいないと全員遅刻か。たくはじめさんと大地くんはさっき見かけたんですけどね、下で誰かが来ていないと。タナッチがいない気がするんですね。いるんじゃない、下に。おらん、さすがにタナッチがおらん。あれ今日休みだっけ、タナッチって。いや、あれ今日タナッチ休みでしたっけ。いや、聞いてない気がある。なんだ、ただの寝坊か。あり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 。あの寝坊は良くないですからね。他人が寝坊すると通勤になるんで、寝坊だけは許さない。寝坊だけは許さないよ。珍しいな、初めてですよね、タナッチ寝坊すんの。一応電話かけます。ありあり。朝今日やばい、7時に起きたんだよ。わお、早起きっすね。そう、大好きの大好きの電話ですね、電話は。やばい、あっち恐怖を味わえ。この電話かかってくる、この着信マジで冷やせてるからな。遅刻の電話が一番やばい、ほんとに。わーってなるっすからね。行きます。はい。え、あらら、え、死んだ、死んだ説。あ、うわ、おはようございます。おはようございます。向かいます。すいません。はい。怖えぇ、怖えぇ。泣けるもんだって怖いっすよ。なかなかないぜ、かかって。うわ。すいませんでした。ポンポンポンってきたな。あ、てつやが間挟んでます。あ、そうか。みんなやったっすよ、これで。あれ、あとは大地くんだけ。はい、やるわけねえだろ。かっこいい。絶対しないから、朝とか。え、絶対しないからな。いや、嘘だよ、嘘、やんないよ。1万円入れ込んなっちゃう。さすがに社長もね、しないっすもんね。俺は遅刻しねえよ、さすがに。遅刻しねえし。はじめさんはちょこちょこしてるんですよ。いや、しないし。しない。別の仕事してたんだし。別の仕事 してたんだし。チャリンコぶっ壊れてるんですよね。ビス取れちゃった。うん。なんでこれ、ほんとに。見たこともない壊れ方してるっすよ、ほら。おー、頑張って直しまーす。さあ、今日もはじめ社長の畑一同は、プロキャッチボール選手になるための練習をするために公園にやってきたと。あー、しかしここに、キャッチボールとは異なる競技をする男が。やっぱね、野球に関してはね、投げるだけじゃなくて打つっていう行為も必要だからね。なるほど、なるほど。敬遠までされてるじゃないですか。ストライーク。あー、ちゃんとこー。 おすいません。さあ、こちらはピッチングですね。やっぱ安定した球を投げれたね。はい、マジでしょ。めちゃめちゃ安定してるじゃないですか。今日も絶好調ですね。フライボール。あー、ライト。ホームラン。はじめくん、今小声でホームランって言いました、こいつ。痛いです、痛いぞ。ライトー。本当はホームランです。あ、ちょっとバッターの、か、あのアングルでやってみようかな。ナイスボール、ナイスボール。うわー、今すげえ。絶対みんなカメラピクってなってるやつだよ、これ。うおー、めっちゃこれ後で見たらビクビクなるやつや。始まりましたよ、縛りプレイ。まさかの3人対戦。お任せですよね。お任せでなったやつでビリだった人が縛りプレイにしましょう。1ヶ月ですか。1ヶ月。わかりました。 CP 足しましょう、ちょっと。あー、確かに、ランダム要素で、 CP がビリになっても3位の人が。なるほどなるほど。これでちょっと平等というわけじゃないですけど、多少勝てられると思うんですけど、まあ、4人の方がいじめが起きないかなって。ほらやり合え、ほらやり合え。さあ、なんだ、キャラが重要ですね。さあ、来た、ピチューだ。アルテナ。はじめくんがピチュー、止まったかか。アルテナ、
陽平くんがゼロサウス、ゼロス、ゼロスサムスか。やばいやばい。あっ、おっと、はじめだ。はじめ、ピチュー縛りになったところでなんだよな。確かに。じゃあ、ようやくピチュー以外に手を出し始めたところで、これは痛いっすよ。おっ、いや、俺、こういうの吹き方しか知らんな。あらぁ、マックやられた。さあさあさあ、ようやくんが息落としましたね。お、CP 落ちた。友だからけ、ユリか。あーし、やばっ、あーデクエミスったかな。これで全員一気ですね、残りはじめがさ、あっ、あっ、あー終わってまった、終わってまった。1ヶ月ピチュー縛り決定。まあいっか。そろそろお腹空かないですか。お腹空いた。なんかジブリのご飯とかディズニーのご飯とか結構再現するみたいな結構あるじゃないですか、うん、ちょっとやりたいのがあったんですよ。言っていいのかな、ディズニーの方って某世界的スーパースターの大好物らしいんですよ。いや、おい、くそつまんねえな、おい。それがサンドイッチなんですけど、はい、なんか中身がチーズ、ハム、ハム、ハム、トマト、チーズ、ハム、トマト、それにチーズのサンドイッチらしいんですよ。あ、もう決まってんの。それが作りすぎてミニに怒られるっていう短編アニメを昔見たんですよ。ほう。それ、なんかふと思い出してやってみてえなって。あ、なるほどね。普通に今ミニ言ってましたよ、お前。あるある。某彼女に怒られてたらしいんですよ。某ミニ、某ミニに怒られてたらしいんですよ。で、今大地くんにこの鍋の中に大量のトマトを切ってもらったので、はいはい、で、あとはもう本当に組み立てるだけです。チーズ、ハム、ハム、トマト、トマト、チーズ、チーズ、それにハム。残念、チーズ、ハム、ハム、ハム、トマト、チーズ、ハム、トマト、それにチーズです。しかもそれがなんか5段ぐらいになってて、なんか1メートルぐらいになるらしいんですよ。え、結構だよ、サンドイッチで1メートルって。シチューネート倒れる。本当に言ってんのそれ。それがチーズ、ハム、ハム、ハム、トマト、チーズ、ハム、トマト、それにチーズのサンドイッチなんですよ。ということで、はい、作りましょう。はい、じゃあこの上に作っていきましょう。まず、あれ、ブロスタってダイヤ集めるやつなかったでしょ。俺だけやるけど大丈夫。ありがとうございます。でもなんかチーズ、ハム、ハム、ハム、トマト、チーズ、ハムって言ってるんですけど、絵を見ると結構違うんですよ。だからどっちが、言葉が正しいのか絵面が正しいのか疑問なんですよね。言葉ではチーズ、ハム、ハム、ハム、トマト、チーズ、ハム、トマト、それにチーズなんですけど、絵面だと多分チーズ、ハム、トマト、ハム、チーズなんですよ。あ、絵面の方が楽なんだ。じゃあ言葉に忠実に再現しよう。じゃあチーズ、ハム、ハム、ハム、トマト、チーズ、ハム、トマトですね、順番的には。もうパン、チーズ、チーズになっちゃった。本当だ。1枚にしておきます。1枚にする。これもらっていい。一応取っておきます。一応取っておきますか。これでもうパン上に乗っけるってこと。今度ハム、次はハム、ハム、ハムですね。ハム、ハム、ハムか、オッケー。待って、じゃあ持ち方がちょっとすごい。ベストバイデイライト、猟奇的ね。チーズ、ハム、ハム、ハム、トマトですね、次は。こういきますよ。そうだな、平面状にってことね。はい、トマトですね。でも見た目おしゃれやね。もういや、ね、某スーパースターの大好物ですからね。次はチーズです。チーズ、あー、おしゃれな置き方。次はハムですね。ハム、ここは、うん、ここは1個ですね。1個、1ハムね。はい、チーズ、ハム、ハム、ハム、トマト、チーズ、ハムまで行ったんですよね。ハムまで行った。で、次トマトですね。トマト、はい、それにチーズ。はい、ではチーズでーす。はい、はい、蓋をします。お願いします。緑が欲しいですね。が、しかし、またこっからチーズ、ハム、ハム、ハム、トマト、チーズ、ハム、トマト、それにチーズです。やばいな。行きます。トマト、そしてチーズもね、いくよー。はい、はい、あんま助けんかでかい、まあ高い高い。1メートルになる予定だったの。そうなんですよ。こんくらいですね。リリリー。まあ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 、うまそうですね。うまそう、うまそう。これどうやって食うかっていうと、これ丸飲みするんですよ。バカじゃないやつの飼い犬が丸飲みするんですね。あ、プルーティーが、プルー、いや、某黄色い犬が、これ1メートル行くと思って、サムネ行くと思ったんだけどな。画角、あ、これ、あの、あー、増やすのか。編集で素材にとってサムネだけめっちゃでかくしてるの。わかる。まあちょっとサムネよりはしょぼくなってるんですけど、食べていきますか。うん、あ、そうだ、丸飲みするのも忘れてた。一回初めてチャレンジしておきます。これ丸飲み、はい、いけると思うんだけどな。日によりますね。日によりますね。続いてはちょっと抜刀します。はい、抜刀祭。あかん、いきますね。はい、丸飲みか、マジか。いきます。
おーすげえ。無理だ。頑張って止めるしかないです。あーとか無理や。絶対無理。完食。